毎回ここに戻されるからな、困るんだよな、分かりにくくて。あと行ってないのが右下の2個か。とりあえずここかな。別にマップがそんな広いわけじゃないからいいんだよね。おむすび産地南の高台来た後はなし。ゆっとヘビーメタルで頑張る。いいよいいよ、ヘビーメタル硬そう。粉みかん、粉みかんって粉ポカリみたいなやつ。違う、ヘビーメタル硬い。ここの岩盤はきっと硬いに違いない。一番多い。ただ問題は最後の鍵で開けれる場所がないから、どっか宝箱的な。おっと、これはゴールデンゴーレム系の青い人。あめなんだ、5にいたよなこれ。黄色のゴールデン、いたいた。で、何だったっけな名前。2匹セルゲイナス。あ、そうそう、そんなんだった。やるブレイカー。お、悪い効果にかかりやすくなってる。あー、ムーンスタルキック、わしの攻撃で今刻もうとして失敗しやがったな、マルティナさん。俺のレベルが上がった。メラゾーマ、あ、俺メラゾーマ覚えんの。あ、メドローワだ。じゃあベロニカメラゾーマ覚えん。メドローワ見てえな。35、あ、結構溜まってる。あ、アルテマソードいける。1足りない。って、何帰ってんね。なんかアイテムあんだろう。右手にメラゾーマ、左手にバヤド、究極消失魔法メドローワー。ちょっと待って、このマップ宝箱の一つぐらいやってもいいんじゃないのかい。あ、よかった。はい、虹の布切れ3個ってこと。3個にしてごまかすのやめろ。で、ここの敵は2種類なのに1種類しかいない。メタキンぐらい出るのかもね、もしかすると。なんか光ってる、転生モンスターだ。じゃあ強いんじゃね。セルゲイナスをまずやっちまいな。何でお前は名前を見せる。アスタロト、ベロニカさん、あ、行こう。マルティナさんが、おい、ベホマしてあげなさい。行け、ティナさん。いや、違う、お前は攻撃だよ。どうせ次ベホマするから。俺のゾーン、もう MP がない。祝福。いいな、とするよ。よし、攻撃力下げた。いいな。だが、会心には関係がないと。お前、何してんの、マジ。凍結乱入。ほら、ダウリクしてやれ。蘇ったよ。
カーミュー、お前何してんだよマジメラガイア大丈夫、マジックバリアがかかってる、すごい。いやだからマルティナさん本気にして、お前それが仕事だから。ヘナトどれだけ攻撃力を下げてもな、カミューよし。いやいやいや、だからマルティナは攻撃しろよ、カミとかほっとけよ、ゾーン切れちゃったじゃねえかよ。お前何のためにバイキルトかけてもらってんだよ、これだからコンピューターバカなんだよ。やったーめ、強いな。あっと相手がゾーンに入った、どんだけ力高めの気はすんだこいつ。カミューお前ちょっと愛されすぎだろ、ちょっとマルティナさんがバカすぎるから命令させるに戻そう。そうだよ、どうせこのデフォまで完全回復するんだからお前は回復しなくていいんだよ。お前はあれだよ、ずっとサミダレ好きしてりゃいいんだよ。メイン火力の回復とかやめなさい。痛くない。ただ今度はおじいちゃんが好きになっちゃったんだね。お前賢者の石いらないから。そうそうそう、火力薬が攻撃しなくてどないすんねん。9800お、さらに宝箱、アポロンの斧、これレアドロップじゃね。これ猛禽隊長の武器だろ、超強い。武器での攻撃が炎属性になる、光属性になる、どっちだよ、はっきりしろよ。しかもこれプラス3まであるじゃん。ただね、それ本当に斧だよね、あの聖女に持たせるのにはきついスティックだよね、これ見た目スティック、あのサイズ間違っちゃったかなっていう感じ。いやいやいや、ギガンドワックスめちゃくちゃ強いじゃん、めちゃくちゃ強いけどダッセーなこの武器。いやあれ天然モンスターは確定ドロップな、あと1箇所か。サマディ南の高台、ここも来た後ないね。 OK、神が MP なさすぎて役立たずだぞ。いいかいじゃ。この2人は今からね、あのクエスト達成に置いとかなきゃいけないから、せんやたんに。おエロジジイのパーティーになってしまった。フォッフォッフォッフォ、眼福じゃ眼福じゃ。光の石、また光っておるわ。光の石じゃ、光ってばっかり。よし、あと1箇所、一番奥なんかいる。よ、あ、もう戦ってんじゃん、戦わねー。これこれ、いいものくれよ。お、知ってる知ってる、魔法、うん、全部いらねえ。宝箱が1個ぐらいあるだろう、それを見つけたらこことも別れかな。盗賊の花はないのか。あ、もう1個あった、天使のゾーマジア。
宝箱はないのか。どっち族がいる、宝箱ねえな。この後ろはどうだ。バレた。ないな。おい、宝箱どこだよ。知らない。なんかローラみたいな言い方になっちゃった。知らない、私知らない。ないのか。下げだね。微妙なパーツ手に入れるだけの場所かい。で、1匹ぐらい倒しておくか。おい、行け。特技じゃジゴスパーク。もう大当たりだよ。5-7。ジャックポットじゃねえ。ジャックポット弱っ。200で死ぬのかよ。経験値惜しいな。6666だったらよかったんだけどね。シルビアさん結構上がっちゃいましたね。あなた騎士道に行こうか。ああ、そう、忘れさせるからいいんだ。まだだ。覚えさせてもどうせマイナスが。ないな、ないな。帰ろ。フリュート。ここまだだよな。行った覚えないし。ここは来た覚えがない。よし、ないな。よし、任せろ。2個。オーケーズドン。4体もいたよ敵。赤い宝石。キラーマシン3出ちゃうか。これはなんか気づかれたよ、この距離から。すっごい攻める。スノーマン、アイスゴーレムだ。あっ、ほらアイスゴーレム。グラコロ、グラクロ。まあ、ずっとこう自己スパークかサミナル的にしときゃいいんだよ。ライフロー、お、いいダメージ。イケベロに勝った。メギラマ、いや刻むのやめて。そういう時ダメージ出ずに倒せない時あるから。経験値なかなか美味しい。とスノードラゴン、バケじゃないよ。クリオネンじゃん。クリオネオンだ。ぶっちゃけジャノヤツ弱い。今のがぶっちゃけジャノヤツ弱いジゴスパークです。お？スノードラゴンさんいない？お、光の石。あ、カンカンポイント発見。見事ドドン。氷の結晶、玄魔石、青い宝石。おーい、スノードラゴンさん。じゃあついてんな。あ、でもこれで全種類か。問題はスノードラゴンを倒せたけどじゃあでもいいのかっていう。じゃあでもいいんですか？じゃあはダメですか？
教えてください。りゃ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 強い。夜も終わり333大当たり。なにもお前わー、わしも年じゃから寝るわ。これだよね、スノードラゴン。これいいのかな。アタック親方、称号コレクター。ティロリン。ティロリンはない。鹿がいる。ここは俺の地元か。レシピブック、大賢者目視録、大賢者の杖、インテリメガネ、新刊のグローブ、守りのルイー。オス、オラ、シカ。シカって鳴かないの？カンって音がしたと思ったら、あれ扉が閉まる音じゃないか。え、ティカク。お宝ゲットだぜ。はい、レシピブック、古き王者の伝説。王者の剣、エンペラーコード、エンペラースローブ。だいぶ増えたね。これって全部だよね。ロブズモンスターです。オッケー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 。で、ここが、時の神殿。ここが実は行ってないんだよね。ここラムダもしかして。ああ、始祖の森、うん、高台だからまだだな。うん、まだだな。行くか。なんて綺麗なのかしら。この奥、これだ。大したものだな。あら、かわいい。彼岸花が咲いている。なんか、かまいたちがいる。かまいたちのように、あれ。えひぃ、インコみたいなのがいる。これが自己スパークというやつだ。かまいたちじゃ、インプケイです。ザゴメ、わしの部屋だるコンクラウンのじゃ。これがメラゾーマ。もうかまいたちはいいかな。なんか変態が走ってんだよな。うん、変態だな。デビルメビウス。こいつが腹につけているのはまさかメビウスの輪。今どっちで攻撃したの？腹？その輪か？お、よなぶん痛い。おいおいおい。アティナさんは攻撃しといて。ローカセイニャがデホマラしてくれる。おっと、しびれてる。器用なしびれ方。この状態でしびれる方が難しくね。ヨナズン強っ。おっと、まだバランス取ってる。お宝ください。端っこチェック。あった。うわ、普通に端っこの方に隠れてやがった。進化の秘跡。デスクサロ作ろうぜ。デスクサロ
とは一番奥、この来た道か、一番奥はこっちでした。後ろチェック、もう1個ぐらいあるよね。あったあった、一番奥に。やってだけレシピブック高貴なる宝石、宝石、女王の手袋、エルフのお守り。終わったかな。1個ある、もう2個ある。これか、虹色の布切れ。だから軍手にしか見えねえよ。それか、シルクソウ。そしてロブズモンスターです。オッケー、終わってる。じゃあ僕帰る。行ったな、全部行ったな、終わったな。とりあえず、うん、ケトスの降りるところは終わったから、あれを終わらしてしまおう。スノードラゴンを倒す、ドゥルダ。おーい、スノードラゴン。とりあえず作戦外全員命令させるようにして。痛い痛い。エラゾーマ、農業、氷結乱に行き当たる。ちょい、よーよーよー、ダメージ刻もうとしてるのにやめて。よし、連携排水の覚悟を使って、守備力がかなり下がったって。これさ、攻撃力2段階アップする代わりに守備力2段階ダウンじゃん。2人分のゾーン使うほどの価値ないよね。倍切ると2人にかけるだけだもんね。2人分のゾーン使う価値ないよ。二度と使わないと思う。よしよし、報告報告。これはね、間違いなく2人分のゾーンを使う価値ない。ドゥルダドゥルダ。え、やってきたよ。おや、もう分かります。やり遂げたようですね。はい、戦いとは覚悟を覚えておいてください。あなたに私からの気持ちです。集中のカードを上げちゃうと、王という方が強敵を前にすると逃げ、結局この修行を達成できませんでしたね。何でも太子様からわざとド M じゃねえか、あきれてものも言えませぬ牢のようになることなかれ。ドゥルダの修行は厳しいものばかりですが、里の者は皆立派に果たしてほしいものですね。なんなん、ただのド M でした。え、あのおじいちゃんの性癖を教え込まれる孫の身にもなってください。集中のカードゲットだけ。装備袋当たった。そうか、教えて。あ、ゾーン突入率が増える。
2% になるね。大成功するね。いやー、さあ、じゃあそろそろカジ君の出番じゃないかな。次どこ向かうんだったっけ。それ合わせてそこの近くに飛ぶか。仲間とのお話。久しぶりの刺激は効くの。10日間はお尻が真っ赤になりそうじゃ。数々の困難を乗り越えたこの牢がこんなことでくじけるわけにはいかんのだぞと。連舞刀磨行を完全に制覇してやる。羨ましいな。お尻叩き棒私も欲しいわ。牢のおじいちゃんがおふざけすぎるとパチコーン。次クリアするとそれ作れるようになるから安心して。いや連戦っつってるけど、連戦するとメンバー変わるから回復大丈夫だよ。あーこれここ来てるからセリフがここ用になってるんだ。三宝大僧侶ってあの年で大使の次に偉いんだな。子供なのに大したもんだぜ。見た目は子供、頭脳は大人、つまり名探偵コナンなんだよ。とりあえずね、カジ君のとこ行きたいからどこ行こう。おっと、次ネルセンの宿屋に。あ、そりゃそうだったね。じゃあネルセンの宿屋は宿屋だからあれがないんだよ。キャンプに来てんの。キャンプに俺は、どこのキャンプに向かおう。どこでもいいか。じゃあその辺の敵と。あー、そういや今なんかピンク変わっちゃったけど、一番初めにこっちの世界戻ってきた時のピンク、クレイモランのピンクがあったよな。クレイモラン行くか。クレイモラン、まあ、キャンプの方で、ね、